尼崎のこのラーメン食べたらめちゃなごみますせ。皆さんこんにちは、ポンちゃんです。本日は兵庫県尼崎市にやってきました。今回も始まります、ポンとチャンネル。今回紹介するラーメン店は阪神武庫川駅より徒歩5分程度の場所にあるラーメン専門なごみ。西の横綱との呼び声も高い尼崎の名店です。午前11時半到着、40人くらい待ってます。ソーシャルディスタンス守って1時間ほど並びました。おすすめの塩ミックス1100円を注文しました。着丼、スープを口に運んだ瞬間、塩ラーメンとは思えないほど凝縮されたコクのある鶏エキスが口いっぱいに広がります。無添加特有の優しい口当たりはもちろん、厳選の塩や鶏油で作り上げる奥深いコクが一口すすれば忘れ得ぬほど鮮烈な印象を残します。ただ優しいだけの無添加ではなく、こだわりの素材を地味深い一杯に昇華させる技術。塩ラーメンは評価が難しいが、久しぶりにうなるほどの衝撃。チャーシューは鶏胸、鶏もも、豚バラ各2枚、そしてイベリコ豚肩ロース。低温調理されたレアチャーシューはとろけるほどしっとり柔らかい。ごちそうさまでした。